はい、こんにちは、トールと申します。聖女の魔力は万能です。2期の第8話を視聴しました。ホーク様の実家訪問会でしたね。今回もアニメ視聴者視点で感想考察注目点などを共有してみようと思いますので、よろしければお付き合いください。では振り返っての全体感想からいってみましょう。第8話は辺境ですね。久しぶりにね、遠征の話になりまして、今回は、最後の沼を消すためにホーク様の実家にね、ホーク寮にやってきたというストーリーでありました。ちゃんとね、その両親との顔合わせをしながらね、セイさんはどっちに似てるだろうみたいなことを考えていたり、またホーク寮のね、特産物とかね、観光の話なんかがあってですね、なかなかにやっぱ世界観の広がりとしてはね、こういうのは見ていて楽しいですね。あとはですね、そのついてきて遠征ね、その助力に駆けつけてくれた騎士なんかの話から、どうやらこのね、遠征で、沼はね、最後になってですね、自分の役割が終わるらしいということを知ったせいが、その後のことをね、ちょっと意識しだすと。やっぱりこのいろんな部分で未来を意識する上でのね、ぴったりのイベントがやってきたんじゃないかなというふうには思います。ある意味クライマックスに向けての順当な話運びと言えるでしょうね。まだ一応聖女争奪戦からね、脱落はしていない有利が同行しているところなんかもね、ちょっといいと思います。もちろん別に性的にね、有利に対してどうこう思うことはないというかですね、別の意味でのドキドキね、してる部分は、あると思います。特に今回有利が同行したことによってね、聖さんがね、ジュトメかね、この目を閉じてるね、デフォルメ側ね、めちゃくちゃ多くて、かつて今までで一番多かったんじゃないですか、デフォルメ聖さんドアップ顔っていうのが。実際こう有利の絵が可愛いっていうのでね、ちょっと癒されてる時は自分もちょっとクスッと笑ってしまいましたが、ともあれですね、有利に関してはですね、ちゃんと同行してくれてると。話戻しまして、クライマックスの戦いっていうのは、基本的には聖女の魔力はね、万能なんで自分はそんなに心配はしてないんですけど、イレギュラー要因としましては、今回のね、魔物の大ボスがちょっと他とは違うみたいな、そんなニュアンスでしたね。同行した騎士がそのサラマンダーなんて目じゃないみたいなことを言っていてですね、これは2期の1話に出てきたね、これがサラマンダーだったんでしょうね、おそらくは。はい。サラマンダーとの体調体感がそんなに違うとも思えないんですが、ともあれ体調はサラマンダーの方がね、大きいかもしれませんが、体全体の大きさっていうのは本当にね、イノシシはね、圧迫感があると思いますので、イノシシ知らない、人たちにとってはですね、こっちの方が圧迫感がありそうな感じが、ありますね。一期の最後の方の魔物はなんか熊っぽいのがね、出てきていたような気もしますので、各地域でそれぞれモチーフとした魔物がね、主やってるのかもしれません。このイノシシが指揮してる時に関して言うなら、普通に倒せていたね、狼型の魔物たちがね、普通だったら機能停止、活動停止になるようなダメージを負ってもアンデッドとしてね、復活してるみたいなね、そういう描写がありましたので、特殊な能力を持ってる可能性もありますね。ただ首を落としたりね、あと炎魔法においてはね、アンデッドも倒せていましたので、この辺りは困難というよりもですね、どちらかというとこれ聖さんが活躍するためのね、アンデッドにも見えますよね。おそらくこの世界の人たちの間では光魔法がアンデッドに有効みたいな共通認識がない可能性がありますね。生産的にはこうアンデッドといえば光魔法が効くみたいな、聖のエリアヒールとかが効きそうなね、そんな気配がしたりはしますので、もしかしたら活躍の機会が、巡ってくるかもしれません。そんな感じで、順当にね、話が進みながらも、ホーク様との関係にある程度の結論がね、この旅の終わりには、出るんじゃないかなというところが期待される、そんな8話だったと思います。ではアニメ視聴者視点ではありますけどね、注目ポイントの話をしておこうと思います。まずこれが最後の沼という話ですね。はい。やっぱり今回有利が説明された内容と聖がね、今回冒頭にですね、解説してくれたところから、この国にはね、定期的にやっぱ黒い沼が発生してね、そのタイミングで聖女を降臨させることによって闇を払っていた歴史があるようです。でこれ見ていくとですね、山間部とかやっぱね、その山の中でね、発生するのが多いみたいですね、黒い沼。海なんかには発生しないようです。魔物が海で発生しても流れてしまったりするんでしょうか。
そんな形で、まあ、今回最後の沼が、ね取り払われれば生の役割も、ね、一旦終わるという、そういう話になっていました。で自分はねやっぱりこうアニメ視聴者としてはね明言されてないので他の国どうなってるんだろうと、思っていたわけですよ、うん、なんていうか他の国では聖者のね、噂がありませんので黒いのも発生したらどうするんだろうなと見ていたんですけど、この地形図とかを考えるとですねまあむしろ逆なのかなとちょっと思いましたね、うん、つまりですね、他の国で黒い沼が発生しないのではなくて、そもそもこの辺一帯の地脈的に悪いものが、溜まってですねで一斉に吹き出す、そういう時期がありましてでそれによって人々が、まあ、住むことを放棄した土地っていうのが、まあ、長年あってで、その辺一帯を、まあ、降臨した聖女が全部浄化して人を住めるようにして、その場所を全て国にしたというふうに、自分はちょっと考えましたね。まあこれイメージなんですけど、うんだとすると、そもそもこの国だけで黒い沼が発生するんじゃなくて、黒い沼が発生する地域一帯は基本的には人が住めない場所だったんだけど、後天的に聖女が降臨することによって住めるようになったというね、見方ができるのかなとちょっと思ったりはしました。まああくまでもねイメージなんですけどおそらく今後説明がね、されないんじゃないかなというふうに思いましたね。自分はこんな感じのイメージで落ち着きましたが、皆さんのねまたね見立てもありましたら、よろしくお願いします。ともあれまあどちらにしろね、この鉱山地帯を攻略すればですね一応こう聖が聖女の力を使えなくなってもでまあ帰還手段は多分なさそうなんですけど、聖がまあ元の世界に帰ったり ねあとはまあその死んでしまったとしてもね、この国は一応は平和になるんじゃないかなというふうに、そんな感じの条件であったと思います。ヴォークリオ周りは本当に丁寧に描かれてましたよね。あの冒頭やってきたところの描写もね景色めちゃくちゃ美しい上にね、なんていうかその山の方には雪がしっかり残りつつもね、手前の草原はめちゃくちゃ植生豊かなんですよね。はい、思った以上に広大で高低差もあってですねでいろんな動植物が存在していることがよくわかります。放牧なんかも多分盛んなんでしょうね。あのチーズがね、売りですみたいなことを言っていましたので、はい、こちらはですね多分ヤギとか牛とかもねいっぱいいるんだと思われますし、また今回ユーリがねそのワインについても言及されてました。前回は前々回か、フォーク様がお土産にねリンゴの花の蜂蜜持ってきてくれてましたので、ブドウとかリンゴみたいなね、そういった果物の栽培も有名なようです。これはなかなかねなんか食べ物豊かになると思いますね。ちなみにあのハンバーグ出てきた時にホーク様がねちょっと母が張り切りすぎてみたいなことをね、言っていましたが、どうなんでしょうか。あの貴族に出すねその食器としてはかなりそのみやびやかな食器というかカラフルなね、食器が出ていましたので、これはちょっと面白いですね。なんか西洋の料理でこんなに賑やかなねカラフルな食器が出てくるっていうのは自分の中ではその、まあ、それこそナローキアニメそんなに僕見てるわけじゃないんですけど、はい、珍しいなと思いました。あの貴族的に文化的にね、また別の意味もあるのかもしれませんね、あとそうですね、自分がちょっと面白いなと思ったのがこの辺境伯寮のその建物ですよね、砦、まあ城というか館というかこれ砦ですよね本当に、石で敷き詰めた状態のですね砦になっていまして、これねあのまあ表側から見たら結構屈強そうに見えるんだけどね、これ後ろ側の海から見るとですねすごくユニークなデザインしてるんですよ。なんかモデルがあるのかもしれませんね。近くに多分その港があるのかそれともね、どういうこう敵を想定してるのかちょっとわかんないんですけど、不思議な城壁の建て方をね、されていてですねこれちょっと面白いですよね。で我々日本人からするとこれ津波が怖い形状なんですけど、これもそのユーリの説明の中でですね多分これ地中海的な穏やかな海なんでしょうね。でそこのフォーク寮だからこそおそらく津波的なものは、警戒しなくてもよくて、その代わり多分ねこれ防衛の要になってると思われますので、なんとなくこう魔法とかを使ってですね変わった防衛の仕方なんかが想定されてるのかもしれませんし、歴史上にこういうね、砦が、実際にあるのかもしれませんので、はい、まあ、詳しい方はねもしかしたらね、コメントいただけるかもしれませんね、とはいえなかなかにユニークですね。
あとはまあこれといったことではないんですけどね、まあホーク様のねお父さんお母さん出てきたのはちょっと微笑ましかったですね。はい、特にまあお母さんはルンルンでね料理作って準備してくれていて、でお父さんはですねなんか本当にホーク様のお父さんって感じがね、していました。久しぶりの再会とはいえ、まあホーク様がね、先日一旦ホーク寮に帰っていたはずですので、めちゃくちゃ久しぶりではないと思うんですけどね、微笑ましく見ることができていました。個人的にはね、この騎士団のボルフさんと多分モブ騎士さんかな、はい、の髪型がすんごく似ていてですね、若干こう区別がつきにくかったんですが、もしかしたら関係者としてすでに出てきていたのかもしれませんがね、はい、この辺ちょっと知ってる人もね、よろしくお願いします。自分はね一瞬こう見分けがつかなかったんですよね。一方炭鉱さんに関しては結構個性出てましたよね。こういう炭鉱の町とかその辺の集落、ならではの描写とかですね、そういったものが書かれていたらですね、気づける人は見ていくと面白いかもしれません。そんなわけで今回は8話の感想や注目ポイントを共有してみました。いかがだったでしょうか。黒い沼がねこれで最後となりますので、物語もいろいろいよいよね、クライマックス向かってると思われます。皆さんの感想注目ポイント好きだった描写なんかね教えていただけると嬉しいです。ではでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でよろしくお願いします。遠山徹でした。